ロリこんにちは、松尾田です。今日は福岡に久しぶりに雪が積もってます。観測史上初、沖縄にも雪が降ったそうで、かなりの大雪です。僕はですね、アイスクリームが大好きなんですね。で、寒い時にアイスを食べるのが一番美味しいです。暑い時に鍋を食べるのと一緒で、溶けにくい寒い場所でアイスを食べるというのが一番美味しいです。そして冬といえばイチゴ、僕はイチゴも大好きなので、今回はこちらを食べていきます。アイスの実、大人のイチゴと丸ごと小粒イチゴの一口アイス。そういえばね、こう大雪で思い出すのが、僕はあの中学校の頃に剣道部だったんですけど、冬にですね、寒稽古っていうのがありまして、あの朝だいたい6時ぐらいですかね、から出てきて、まあ、真っ暗な中練習するんですけど、グラウンドにね、ちょうど雪がめちゃくちゃ綺麗に積もってたので、テンション上がってフルティのまま裸足で走り回ってた思い出がありますね。食べていきます。もうめちゃくちゃイチゴです。もう匂いがすごいですね。まず一口、いただきます。うん、あ、うまい。いちごを本当にそのままなんかこうすりつぶして、まあジュースにしたのを凍らせたっていう感じで、すげえいちごの味がします。めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱこう外で食べると全然溶けないね。いつでも冷凍庫から出したての感じです。次はこちら、はい、こんな感じで小分けにされてますね。これチョコレートでコーティングされてるような感じですね。いただきます。美味しい。あの周りチョコがコーティングされてて、中がミルクアイスと、もういちごがそのままシャーベットになってます。あ、美味しい。やっぱり凍ったチョコレートというのはすごく美味しいです。バリバリで。そんな感じでアイスを2つ食べてみました。こういう雪がね、多く降る、まあ大雪っていうのはなかなかこっちないので、すごくテンションが上がってます。まあどちらも美味しかったです。皆さんもぜひ食べてみてください。それではまた。寒い。頭おかしいわ、こんなとこで取り寄ったらね。さっきから時計が冷たい。もう